さあ、マイク入ってなかったですね。前半終了。さあ、前半ですね。1点をしっかり取ってくれました。ミオを選手交代させます。サツキかな？サチコかな？サチコですね。サチコをミオと交代させましょう。さあ、後半です。さあ、スタミナにはまだ余裕があります。一人だけの交代になりました。流れてよかった。ここでサイオンとマドカがちょっと疲れてますね。こういう時にいただけない動きをしてしまいそうです。2人をまとめてチェンジしましょう。これで交代枠を使い切ります。なんでバック？おっと、これは謎の行動と思ったら、一応左から右へ攻めてるんですね。理解した。いいですね。さあ、1対0、1点先制しております。おっと、これはくるみに渡ったが、キーパーが反応。しかしやっぱりすぐシュートしたので無理があったのは事実。さあ、今度はこちらのキーパーがハンドです。カットしに行きます。ちょっとインターセプトされてた。危なかったな。おっと、ノーフィスル。おっと、ロングのシュート。結構これが決まりやすいんですよね、今のこのゲームは。慎重にいってほしい。こういうとこで簡単に容易に渡してはいけません。危ない。おー、綾香。さあ、75分、20分ぐらい外に出ないんで交代ができません。今度は相手。さあ、コートの中でボールを出し合います。違和感にすっぽんでしまったは反応だが、まだピンチは続く。ここでサヨが出しましたね。交代となります。ここは夏希がキャッチ。さあ、気がつけば残り5分を切っております。気をつけろ。さあ、堅実につないでほしい。さあ、残り時間ない。さあ、くるみチャンス。2点目入りました。ダメ押しを2点目ですね。試合終了直前、追加点です。試合終了です。勝ちましたね。これ準決勝進出です。危なかったシーン、クロスバーに救われました。ちょっと距離が強い。美穂がうまくパスをして、くるみがしっかり決めました。美穂が一気に上がってきて、このパスは見事。くるみをキーパーが近づいてきたところを冷静に決めましたね。これで、2対0。シュート本数は相手の方が枠内、総合本数枠内とも多いんですが、2点を取ったのは我々です。クラーカリバーズです。
ということで、ここで、ね、準決勝進出、エルダード欧州と準決勝を争います。他リマッセ大阪、筑波ダガマと強力なメンバー勝ち上がってますね。ジャイアントキリングは7位ですね。順当な勝ち上がりと言っていいんではないでしょうか。さあ、これで大阪佐世保ホークスに2対0で勝ってますね。今回はこの佐世保ドッグスとぶつかう、今季は11位ですね。少し佐世保ドッグスは生き残りをかけるようなことになります。1戦目はですね、1対1引き分けでしたね。ラジオがすごく弱いなんですが、その分各チームが大激戦になってます。まあ我々も2位を守らないといけませんからね。これがですね、最終戦で、あとジャパンカップ全部戦うとしても残り3戦ということで、年の瀬になってきましたね。はい、というわけで見事に準々決勝は勝ち上がって準決勝に進出、エルドワード欧州とぶつかりますが、もう何としても勝ちに行きたいと思います。また公式戦は佐世保ドッグスと当たります。こちらもしっかり勝っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。またこの動画の最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。というわけで、次回、勝って最終2位を守りたいと思います。佐世保ドッグス戦、また次回もお楽しみに。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。